どうも皆さんこんこにちはキーキーです今回はですねコメント欄にてタウンホール6の、まあ、クラン対戦用の配置を教えてくださいということがありましたので早速紹介していきたいと思います、まあこ,まあ、この大工の小屋のところはですね、まあ、クランの城を置いていただければ結構です,、えーっとですねまあ、このベースなんですけれども、えー 特徴としては、えー、やっぱりクラン対戦ということでやっぱ邪ひまあターンホール6なのでね相手も邪ひで攻めてくるっていうことが結構多いと思うんですよなので邪ひ対策用にやはり対空砲は真ん中に置くそしてなぜクランの城を真ん中に置くかというと、えー、クランの城でですねクラメ面から例えばタンホール8であったりタンホール9タンホール10のプレイヤーから、えー、クラン対戦用援軍でまあ、結構強いドラゴンであったり あドラゴンは無理ですねこの時間、この隊は。えウ、ー、ィザードですね。高レベルウィザードを収容する、して、えー、攻めてきたときに、そのクランの城から出ていくというためにですね、えー、クランの城を真ん中にします。そして、えー、っとですね、この特徴は、やはり迫撃砲が赤いところは攻撃できないんですよ。だなので、待ってください、えー。なので、この、ここの隙間、この壁のちょっとこの隙間、 この間がですね、まあ、例えばアーチャーであったり、まあ、バーバリアンとかで迫撃砲を攻撃されている時にですね迫撃砲が機能しないんですよそれをカバーするためにウィザードの塔を近くに置くことでその赤いところ攻撃できないところをウィザードの塔でカバーするという感じになっていますこちらも同様ですねはいそしてまあ対空砲なんですけれどもやはり対空砲のところにはウィザードの塔が、まえー、守っているという感じになっていて非常にバランスのいい 取れた配置になっていますそして、まあ、注意しなくちゃいけないんですけれどもやはりこちらの、えー、エリクサータンクだとか、えー、金,金,庫だ金庫などは外に出さない方がいい方がですなぜならば、えー、とアーチャーだけでね攻撃された場合50%取ることによって星が取られてしまうのでやはりこういうなんつうんでしょうヒットポイントが高い系の防衛施設ではなくてその生産系 ちうん、ね、まあそうですねあんまあ、ここはずらした方がいいですねえー、っと大砲をこちらの外にしてまあ均みたいな感じであとはやっぱりアーチャータワーですかねやっぱヒーラーがやっぱり邪ひいでくるということでまあアーチャータワー確実につらした方がいいですねそのぐらいですかねはいそのぐらいです、まあ、今回はねまウ、あ、ホール6のキャランス隊専用配置これ 確か自分がタウンホール6の時にクラン対戦でね結構やっていたので、まあ、この配置を紹介してみました。